こんにちは、コスケです。今日なんですが、じゃん。こっちか。羽幌炭鉱探訪マップを手に入れたので、まあ、ダウンロードしただけなんですけどね。今日は羽幌町まで行って、羽幌炭鉱の跡を見てこようかなと思います。当時の建物とかが結構そのまま残ってたりするみたいなので、地図もあるんですよね。なので今日はこれを見ながら羽幌炭鉱の跡地を少し回ってみたいなと思っています。でその後はまた新規キャンプ場の開拓もしましょう。ではまずは羽幌まで向かいましょうか。羽幌町は日本海側の町ですね。一般道を優先で行っても200キロちょっとで、昼ぐらいには着きそうだね。たっぷり探訪する時間はありそうでございます。だいたい場所的には日本海側のいつも泊まっている初山別のキャンプ場のちょっと手前ぐらいなんですよね。それでは一気に羽幌まで行きましょうか。しかしお盆も過ぎて例年であれば涼しくなってくる時期なんですが、今年は北海道本当暑くて、札幌周辺から南側はまだまだ30度超えですね。今日は北の羽幌まで行くので若干涼しいとは思いますが、もう北海道も本当本州みたいな気候にどんどんなってきたよね。夏は北に、できるだけ北に車中泊行きたいなという感じがいたします。ちょっと北の方に引っ越したくなってきたね左手はトウモロコシ畑ですね。北海道のトウモロコシは美味しいよね。こっから羽幌町ですね。オロロン町のマークが書いてありますが、羽幌炭鉱はもうすぐそばでございます。でご飯どっかで食べましょうか。羽幌といえば、まあ、思いつくだけで3つかな。フェリーターミナルの食堂と、そこにある北のニシン屋さんっていうところと、甘エビファクトリーが多分美味しい店だと思います。あ、オロロン町の像があるね。でこの前甘エビファクトリー行ったんで、ちょっと北のニシン屋さん寄ってみましょうか。9月入ると結構空いてるんですが、ここ北のニシン屋さんですね。まあ、やっぱ8月はすごいね。バイクもたくさん止まってるし、あ、駐車スペースもほぼない。1箇所だけかな。多分かなり待つんでやめましょう。じゃあ今回も甘エビファクトリーでエビ丼にしようかな。ここのエビ丼もめちゃくちゃ美味しいのでおすすめでございます。羽幌さんのエビ丼ですね。では買ってまいりましょうか。エビ丼 L サイズを注文してまいりました。今回は北のニシン屋さんの予定でしたが、あまりに人が多くてダメでしたね。中に食堂があって、そこが結構美味しいんだよね。安くて。バイクも車もいっぱいですね。でこの後どうしようかな。ご飯食べたらちょっと北に行って、筑別のあたりから中に入って、羽幌炭鉱鉄道病院とか、ホッパー、あとは先端工場とかかな、を見に行ってみましょうか。で炭鉱アパートとかもあるので、この辺も行ってみたいですよね。さあ、甘エビ丼、甘エビ丼じゃないね、エビ丼がやってまいりました。美味しそうだね。ではいただきましょうか。ほっと、エビ食べるならやっぱり羽幌増し系あたりが美味しいよね。うん、うまい。すごいエビが甘くて美味しいですね。
めちゃくちゃ美味しいエビを楽しみたいならこの甘エビファクトリーで、海産物全般ならあっちの北のニシン屋さんがいいかもしれないね。あっちはエビ以外にもいろいろ食べることができます。じゃあ行きましょうか。まずはさっき言ってた羽幌炭鉱鉄道病院あたりを目指していきたいと思います。この右上の方ですね。多分昔この辺に集落があったと思うんですよね。アパートとか病院があるんで、学校もあるしね。そのあたりを目指してみましょう。あ、意外と遠いね。ここから20キロぐらい、羽幌の街中から20キロぐらいあるみたいです。ちなみに冬は行けないですね。よっと、ここ季節規制の道があるので夏しか行けない道となっております。では羽幌炭鉱に向けて出発です。で、このオロロン町の像を過ぎたすぐ後に入るところはあるみたいです。この辺だね、地区別。あ、あの青い看板があるところを右に入るんだと思います。ちょっと怪しいことが書いてあるな。地区別炭鉱別線一部不通行ける。あ、ここに地区別炭鉱って書いてる。ほら、15キロ先、一部不通って書いてたんで、もしかするとどこか通行止めになってるかもしれないね。まあまあ行ってみましょう。ずっと田んぼが広がってますが、ここをさらに奥に行くと多分炭鉱の跡があるんだと思います。もうほんとここら辺は米どころって感じだね。めちゃくちゃ田んぼがたくさん広がってますよ。あ、ここだ、地区別炭鉱左ですね。ここまっすぐ行って回るらしいんですが、まずは左の方から行きましょうか。冬除雪入るのはここまでだね。ここから先は夏しか通れないと思います。今はゲート開いてるんで行きましょう。ここまっすぐ行くと地区別炭鉱で、左は初産別なんですが、多分左は通行止めなんだよね。あ、そうだね、左は通行止めになってます。で、ありましたよ、羽幌炭鉱。ちょっとここに車止めましょうか。あっつ海沿いから比べるとめちゃくちゃ暑いね、山の中は。で、ここが羽幌炭鉱の跡地ですね。太陽小学校、あ、ここに小学校があったのかな。ちょっと見てみましょうか。こっから入っちゃダメなのかな。あ、そうだね、この先危険な場所があるので通行を禁止しています。この奥に小学校があったんでしょうかね。今ここが太陽小学校なので、今ここだよね。この先少し行くと炭鉱アパートなんかがあるみたいですね。中学校もこの先にあるみたいだね。じゃあ行ってみようか。では行きましょうか。通行止め、まあ、行けるとこまで行きましょう。多分もうすぐそこですね。この辺に小学校中学校とかがあったんで、多分集落
だったんだと思うんですよね。何十年か前は小学生がこの道を歩いていたということなんだと思います。あ、すごい、なんかある。ちょっと降りてみようか。ここが第一先端工場貯炭所みたいだね。昭和34年10月完成。建物内は老築化が進んでおりますので立ち入らないでくださいということなので、外から見て終わりにしましょう。うわ、すごいね。いやー、なんか怖いですね。日中、今昼間ですが、絶対に夜は来たくない、そんな場所になっています。これ高さがあるのはこの上に石炭を貯めてたのかな。で、この第一先端工場がここかな？あ、違うね。ここ曲がって、あ、これだ、ホッパーって書いてある。ここだね。で、ここ進んでいくと、炭鉱アパートがあるみたいだね。よし。じゃあ炭鉱アパート行きましょうか。いやー、しかしでかい建物ですね。あ、看板の剥がし残しがありますよ。ここに石炭がたくさん入ってたんでしょうね。でもこれどっから石炭入れてたんでしょうね。機械かなんかで入れてたのかな。で、反対側に煙突が見えるんだよね。誰か住んでるわけじゃないので確実に炭鉱関連の施設だと思うんですが、あそこも行けるのかな。ではこの先車で進んでみましょう。あ、ここに橋あったんじゃない？あのホッパーに続く煙突があるところかな。煙突があるところからホッパーに続く橋があったんじゃないでしょうかね。では行きましょうか。炭鉱アパート後まで500メートルぐらいっぽいね。なのですぐだと思います。でも昔は、ほんと数十年前はすごい栄えてた場所なんだろうね。多くの人が働き行き来していた道路なんだと思います。あ、ここかな。あ、これだ、看板がたくさんある。よし。あー、なるほど。この先アパートにつながる道なんじゃないかな。じゃあちょっと降りて見てみましょうか。残念ながら立ち入り禁止みたいだね、この先は。築別港跡。あ、浴場もあったんだ。さっきの煙突は発電所ですね。昭和19年完成、1000キロワットの発電を行っていた火力発電所っていうことなんだと思います。
で、築別炭鉱消防団、昭和42年完成、築炭会館、映写室跡、500人入れる映画館かな。めちゃくちゃ栄えてたじゃないですか。へー、多分この煙突があれだよね、なんでこの先進んでいくと町のようなところがあったんでしょうね。しかも結構当時は綺麗に整備されてて、普通の集落だよね。建物もたくさんあるし、今は立ち入り禁止ですが行ってみたいここ入ってみたいけどさすがにダメだね、残念。で、こっちはなんだろう、住宅かな。あ、これが病院なんだ。羽幌炭鉱鉄道病院、昭和19年開業、31年増改築、内科外科産婦人科、耳鼻科レントゲン、ベッド数も40で職員38人という、なかなか結構大きな病院だったんじゃないかと思います。当時の写真を見ると周りも綺麗に整備されていて、今はその面影もないですね。完全に廃墟になってしまっております。多分今僕が立ってるのがこの辺なんだと思う。で、ここに三角屋根のちょっと2階になってる部分があったんだろうね。あの2階になってる部分が多分そうですよね。ジムニーとか電動バイクがあればこの先登っていけそうですが、ちょっとノアじゃきついかな。あ、誰かが入ってった跡がある。これが病院の跡ですね。ちょっと夜は怖くて来られないね、この辺は。今この病院跡なので、もうほぼここが最後だね。なんでここを先に進めれば、多分アパートがあったんだと思います。あ、炭鉱アパート書いてるね、ここに。昭和44年完成。50年ぐらい前、50年ちょっと前かな。鉄筋コンクリートの4階建て 2DK 4棟、結構あったね。水洗トイレも完備なので、上下水道が通ってたんじゃないかな。電気、水道、燃料代は会社負担と。で、完成の翌年、閉山。住人が入居したのは1年余りのことであった。今でもありそうな古いアパートだね。炭鉱最盛期の様子。スキー部、バレー部、野球部。あ、すごい。羽幌炭鉱の野球部だ。で、バレー部とスキー部があったんだね。スキー部の活躍は、竹炭シェンツェの完成と一流選手の入社からスタートする。羽幌飛行隊として
日本国中にその名を誇示する基礎を作ったと。すごいね。8名の五輪選手がここから出ていったみたいですよ。おお、すごい。こんなでかい町だったんだ。昭和15年開港以来、機械化の導入や合理化などにより、昭和36年には年間の100万トン出荷を記録した。昭和29年には札幌大通り5丁目に第5ビルを建築。すごいね。厚生施設完備で生活環境は都市並み。羽幌炭鉱鉄道の法定外福利費は全産業の3倍もかけていたと。社員をめちゃくちゃ大事にする、まあ、儲かってたんだろうね。さっきこの行の文字だけ残ってたよね。で、これが当時の写真みたいですよ。多分こっちの畑がある場所がさっき登ってきたとこだね。羽幌町の市街地からこう登ってきて、で、その奥にすごい数の建物が建っています。今残ってるのは本当一部なんでしょうね。あったあった。これが多分発電所ですよ。で、さっきの橋の跡が多分これだね。この橋があって、で、竹炭場がここなんでしょうね。で、多分病院がこの辺かな。今いるのも多分この辺りだと思います。ここかな。こっちには多分運動場らしきものがあったり、まあ、人もたくさん住んでいたんでしょうね。ということは、あそこを登っていくと多分アパートとかの跡があるんじゃないかな。ちょっと熊出ると困るんで、ちょっとだけ上登ってみましょうか。特に立ち入り禁止とは書いてないので。いや、これはいそうだね。人じゃなくて熊が。よっと。慎重に慎重に行きましょうか。あ、やっぱ当然だけど今は何もないね。多分こっちにも道路があって建物がたくさん立っていたんだと思います。お、ちょっと待って、なんか声聞こえたから戻りましょう。え、なんかうなり声聞こえなかった今。戻ろう。はあ、生きた心地がしなかった。じゃあもう少し車で進んでみましょうか。多分もう終わりだと思いますが、この先に中学校があったみたいなんだよね。そこまで行ってみましょう。今ここなんで、ここ登っていくと多分この辺が、あ、これかな、これが中学校だったんじゃないかな。なんか今上上がった時、うなり声みたいに聞こえたんだよね。ううって聞き間違いかもしれないけど、クマいたら嫌なんで無理はせずに安全第一で行きましょう。で、多分病院過ぎてすぐのこの左側あたりに中学校っぽいのがあったよね。今はもう木しかありませんが、この辺りまでずっと
建物が建っていたんだと思います。じゃあちょっと行けるとこまで行きましょうか。いやしかしここにたくさんの人が住んでいたんですね。あ、ここまでだ。というわけでこれで終了でしょうか。ちょっとなんかなんか行ける道があるんだけど、ちょっと進んでみようかな。あ、ダメだね、ここまでだね。この先はノアだとちょっと難しい感じですが、多分さっきの地図を見る限りこの先もアパートとかがあったんだろうね。というわけで戻りましょう。よし。で、今回まだこれで終わりではございません。いいよ。今僕が来てたのがこのエリアなんだよね。で、この地図を見る限りこっちにもまだあります。こっちは立て港とか給油所跡、あとは先端工場なんかがあるみたいなので、こっちもこのエリアも行ってみましょう。ここから10キロぐらいだね。多分この辺に炭鉱の入り口があったんだと思うんだよね。なのでたくさん家とかがあるんじゃないかなと思います。なので本当ここは元築別炭鉱、この辺の市街地だった場所だよね。病院があって発電所もあって、でここ左行くと映画館なんかもあったわけですから、浴場とか。いやー、当時はどんな感じだったのかタイムスリップしてみたいですね。でこれから行くのは多分別の入り口なんでしょうかね。何個か多分坑道に行く入り口があって、そっちに向かってるんじゃないかなと思います。いやーでもさっきのクマかな、なんかあの動物園で聞くライオンとかトラのうなり声みたいなのがした気がしたんだよね。かなり僕警戒してたんで、ハオトが、虫のブーンっていうハオトがそう聞こえたのかもしれないけど、ゾクッとしたね。さあ戻ってまいりました。右に行くと羽幌の市街地に戻るんですが、左に行きましょう。お、ここもこの左側もあれかな、学校かなんかの跡かな。ちょっと止める場所があればここに止めようか。あ、ここは私有地で今多分農家の人が使ってるんで、ダメだね、トラクターとかありますよ。これが多分朝日が丘小学校跡だと思うんですが、見ての通り現在私有地で、すごい大きい小学校だけどね、全校生徒2、300人いてもおかしくないようなサイズの小学校ですが、今トラクターが止まっております。今ここ小学校跡だとすれば、この向かい側に建校があって、でもうちょっと行くと羽幌本校の入り口があるんじゃないかな。よし、では行ってみましょうか。
結構この区間ちょこちょここの親子綿っていうのを見かけるんで、もしかすると綿花とかを栽培してたのかもしれないね。多分この右側に縦坑の跡があると思うんですが、ちょっと見当たらないね。縦坑だと結構高さあるので見ればわかると思うんだけど、ない。あれかも、縦坑。ちょっと右側のあの山の方にちらっとぽいのがあったね。ほらほら、見えるかな、なんか縦坑っぽい建物ですよね。あ、多分先端上もここにあるね。ほら、縦坑。この辺に車止められるかな。また看板があれば。あった、あ、ここに看板があるね。おお、すごい、めっちゃ近くまで行けるここ。っていうかね、ここバッタがすごい。さっきからそうなんだけど、すごい数のバッタで、今年大繁殖してるね。よっと、わあ、すごいね。真っ暗ですよ。これもしかすると上から石炭を落としてたんじゃない？上に石炭が溜まってて、ここにザーッと落としてたような穴がありますね。ずーっと向こうまで続いてますよ。もちろんここも立ち入り禁止なので、この建物の手前までにいたしましょう。まあでも中も入れそうな、結構フリーな感じですね。昭和40年完成、結構最近だね。深く複雑化した運搬面の打開と生産の増強、空気取り入れなどを目的に作られたトロッコや作業員を運ぶエレベーターのようなもので、地上 39.4m、深さ 512m、 巻き上げリールは内径 6m、 浴場、ロッカー室、売店などの現業部門関係が集約している。1時間に約1000トンの石炭を上げることができ、今までは本車庫まで1時間を要していたのが30分に短縮ということみたいだね。これが当時の建物のようですが、全然綺麗だよね。あの、今普通にあってもおかしくないような、とても綺麗な建物でございます。昭和40年なんで、僕が生まれる10年以上前かな、50年ぐらい前だと思いますが、非常に整備された場所だったんだね。これが巻き上げリールだと思います。でかい。で、ここが第二先端工場、さっき言ったのが第一だったのかな。昭和37年完成の鉄筋コンクリート4階建て、クリーム色の明るい壁など近代ビルの装いだったみたいで、外からは工場といった感じがしなかったということだね。確かに今もありそうな感じの建物ですよね。
これはさっきの写真と一緒かな。あ、違うか。これはこの辺の写真なのかな。今どこにいるんだろうね。先端上、立て坑がある場所なんで、これが立て坑で、これが先端工場かな。今いる場所だと思います。で、中学校が多分こっちの方にあったんじゃないかな。この先もずっと建物がずらっと並んでいたんですね。あれが今見てた先端工場だね。で、すぐ奥に立て坑の上の部分が見えます。あそこから地下500メートルまでずっと入っていけたんですね。いやー、でもすごいね。昔はここ人でにぎわってたんでしょうね。道が整備されてれば行ってみたかったんだけどね。ちょっと危険かな。あ、でも割と人の通った跡があるので、獣臭くはない。しっかり準備していけばいけるかもね。では熊に会う可能性もあるのでやめときましょうか。立て坑はここから見て終わりにしたいと思います。今行くと多分こんな感じになってるんだね。当時はめちゃくちゃ綺麗な近代的な施設でございました。じゃあ行きましょうか。いやいや、すごいとこだったね。で、この立て坑の少し先にまだ少しあるんだね。上羽幌神社とかあるみたいなので行ってみましょうか。では、どこかな。神社あたりを目指して行ってみようかな。あ、もしかすると通行止めかもしれない。よし、行ってみましょう。すごいバッタ。地面に1平方メートルあたり10匹ぐらい10匹ぐらいバッタいますよ。今年バッタ大繁殖なんだね。飛んでるのは全部バッタでございます。この辺になんかあんのかな。なんかナビによるとここに廃校っていうマークがついてるんだよね。なんもないね。なんかあった。ここにもなんかありますね。最短用の、よいしょ。あ、ここにあったんだ、炭鉱への入り口が。ちょっと降りてみようか。よいしょ。どこにあったんだろうね。あ、これだ。うわ、怖っ今はもちろん埋められてますね。入れないようにはなってますが、羽幌炭鉱って書いてるのかな。よく見てみるとこの辺コンクリートになってるね。
当時はここも仕事をしている人で賑わっていた場所なんでしょうね。では行きましょうか。それでは参りましょうか。ここ秋とか雪解けた後の春ぐらいに来るのがいいかもしれないね。なんせ虫がすごいです。まあでもその時期はクマがいるからな。あーもしかするとこの先今通行止めかもしれない。通行止めになってるところからちょっと行ったところに多分神社とかあるんじゃないかな。行けるところまで行ってみたいと思います。ここだね。ここをまっすぐ行くと、あ、行けないね。ここをまっすぐ行くと、よっと、今この分岐のポイントなんですよね。でここまっすぐ行くと上羽幌小中学校跡とか、また坑道の入り口なんかがあったみたいですね。あと上羽幌神社とかもあるみたいですが、残念ながら今通ることができないので行けないね。なのでこれで終了かな。もしくは、あ、ダメか、残念。あれ、ということは羽幌町内に戻るのに今通ってきた道と戻んなきゃダメなんじゃない。こっち羽幌町内なんですけど、こっちに戻る道がないので、またぐるっと今通ってきた道を戻らなきゃいけないと思います。マジっすか、結構大変じゃないですかそっか、通行止めか。いやいや参ったね。やっと、じゃあずっと今通った道を戻って羽幌町内に帰りたいと思います。じゃあこれで終わりだね。今回行ける範囲内での炭鉱探訪はこれで終了となります。羽幌町内戻ってキャンプ場に向かいましょうか。もう3時なんでちょうどいいかもしれないね。この辺にはキャンプ場たくさんあるんですが、羽幌サンセットビーチが今の時期キャンプ場として使えるみたいなので、今日はそこに向かいたいと思います。ほんと羽幌の街中っぽいんで、多分3時半ぐらいには、まあ、買い物して4時ぐらいかな、4時ぐらいには着くと思います。いやまたあのバッタ地帯通っていくのかやだな。ちなみにこの辺の道、もちろん携帯の電波はないですし、車も全く通らないので一台もすれ違わなかったですね。本当この天気のいい夏休み期間でも誰とも出会わないということもあって、事故とかエンジントラブル、車のトラブルは気をつけなきゃいけないと思います。ここで車止まっちゃうと大変ですよ歩いて相当歩かなきゃダメだね。しかもクマの心配をしつつということもあって、車の整備は万全にしていきたいね。あ、ここ三毛別川なんだ。ヒグマの事件があったね、三毛別。昔行きましたが、3メートルぐらいのクマの像があったよね。あそこも怖かったね。でも当時あの時はそんなにヒグマが
たくさん出没してなかったんだよね、今ほど。今もあそこ行くのちょっと怖いもんね。さあバッタゾーンも抜けたかな。あとは羽幌の町中まで戻りましょう。15キロくらいだと思います。海が見えるところまで戻ってきましたね。町だ、町がある。ずっと寂しいところだったから都会に戻ってきた気分だね。あ、セイコーマートすぐそこにあるんで、セイコーマートで買い物をしようかな。じゃあこのセイコーマートで買い物していきましょう。じゃあ晩ご飯買っていきましょう。何食べようかな。カツ丼祭りやってるね。見つけちゃったよ、山わさび焼きそば。食べないよ、今回は食べないけど、これかなりやばいですね。絶対むせると思う。明日の朝ごはんまで買ってきました。もう調理はなしでいけるものしか買ってないです。で、このセイコーマートから羽幌町のキャンプ場まで 0.6 キロすぐだね。すぐ目の前みたいでございます。じゃあ行ってみましょうか。普通に歩いて行ける範囲にあるのかな。ここあと100メートルらしいんですが、ん？あ、これかな。ここちょっと降りて、あ、トイレもある。ちょっと降りてチェックしてみましょうか。ここが、あ、この下だ。ほら、キャンプしてる人いますよ。ちょっと下降りてってみようかな。でもこの上の駐車場もかなり景色良くて気持ちいいけどね。あっちには風力発電がたくさん見えますし、これは手売りヤギシリかな。離島も見えます。もしかすると夕日も見えるかもしれないね。では下の駐車場に移動してみましょう。ちなみにここ無料のキャンプ場で車中泊もできるし、キャンプもできるという場所みたいですね。車両進入禁止って書いてる。じゃあどうやって下行くんだろう。多分この道じゃない道があるんだね。探してみよう。とりあえず下に降りていくと良さそうだよね。あ、ここっぽいね。サンセットビーチ入り口。本当にここかな。道内最大級のテントを張ってキャンプができる海水浴場らしいね。なんで多分泳げると思うんですよね。おお、この辺が全部駐車場になってるんだ。結
構人気なのかな。狭い。じゃあここに車を止めて今日は車中泊いたしましょうか。あそこがトイレかな。めっちゃ気持ちいいけど誰もいないね。炊事場もありますね。水も出ます。今日この後ここに夕日落ちそうだね。なんか今聞いたら8月の24までらしいですね。24になるとここ入れなくなるみたいなんですよね。なんで今日21とかだと思うので、あと数日で利用できなくなるみたいです。いいタイミングできたね。じゃあ今日はここで車中泊いたしましょう。本日はもうお盆終わったのでエアコンは持ってきておりません。その代わり冷蔵庫持ってきてます。キンキンに凍らせたペットボトルがたくさんあるので今日は冷風機使いましょうか。もう外気温そんなに高くないんですよね。今28度ぐらいなので30度以下の気温ならこの冷風機でも十分やっていけますね。じゃあ今日はこの後少しゆっくりいたしましょうか。夕日が見える時間になったら日が沈むの見ようかなと思います。ちなみに今回の羽幌炭鉱探訪マップですが、羽幌観光協会のウェブサイトかなにあるんですよね。カラー版も見ることができます。まあ、羽幌町といえばやっぱり手売り八木尻、まあ、ここから見えるね手売り八木尻というイメージがありますが、羽幌炭鉱跡なんかも歴史が好きな人にはなかなか楽しめるんじゃないかなというふうに思います。ウェブサイト見るといろいろ歴史についても書いてるのでなかなか面白いですよね。これ見てみるとあの地区に最盛期には約1万3000人も住んでたみたいだね。1940年に羽幌炭鉱鉄道株式会社が開業経営し、ピークが1968年、年間出炭量114万トンを国鉄や北海道電力などに出荷していたと。で、純度のいい良質な石炭だったので家庭用の暖房としても重宝されたということですね。ただそのわずか1年後、1969年に全体の6割の出炭を占めた識別鉱が断層にぶつかり経営が悪化、国の石油へのエネルギー転換に伴う閉山措置法を受け1970年に閉山したということみたいですね。30年間の総出炭量は1458万トン、3000万トン以上の埋蔵量を残し、あ、まだ3000万トン以上残ってるんだ。なんで北海道も掘ればまだまだ石炭出てきますよ。コスト的にどうかっていう問題はあるかもしれませんが、まあ、やっぱり北海道と炭鉱は切っても切れない関係なので、ここ以外の炭鉱跡なんかも回ってみたいですね。前に夕張は行ったことありますよね。さあそれじゃあ晩ご飯食べましょうか。今日の晩ご飯は買っちゃったよ、山わさび。山わさびの焼きそばはちょっと危険そうだったんでやめたんですけど、これは大丈夫じゃない。ただ今気づいたんですが、辛みの苦手な方はご注意くださいとちゃんと赤文字で警告が書かれていましたね。よし、食べてみよう。
伝説の山わさびシリーズおにぎり編でございます。焼きそばはすするから絶対むせるんですよ。カップラーメンもやばかったけど、このおにぎりはきっと大丈夫だと思うんだよね。山わさびは多分中に入ってるんだね。ここにちらっと見えてますよ。よし、じゃあ食べよう。いただきます。これはむせないと思うんだよね。うわ、めっちゃ入ってる。お、うまい。これ全然いけるよ。山わさびの醤油和えみたいだね。うん、うまっ。すごい辛かったけど、やっぱむせるほどではなかったね。美味しかったです。で、もう一個おむすびがあったので、こっちも食べようかな。愛別さん、舞茸のおむすび。鼻にツーンとくる辛さだったんですけど、カップラーメンみたいに気管に入ってむせるっていうことはなかった。普通に辛くて美味しい山わさびのおにぎりだったね。うん、舞茸も美味しい。僕、セコマでご飯食べるときは毎回ぐらいの勢いでこのフキの土佐煮は買ってますね。めっちゃ美味しいの。サバの塩焼き食べるのは初めてかな。うん、美味しいね。塩味はあんまりきつくないので、そのまま食べても美味しい。で、ご飯のおかずにもなるいい塩梅の塩味だと思います。そろそろ太陽落ちそうですね。見に行ってみましょうか。この日本海側の海沿いはどこから見ても夕日綺麗なんですよね。特にこの羽幌周辺のエリアは手より矢木尻が海の向こうに見えるので、他ではなかなか見られない綺麗な景色を見られるんじゃないかなと思います。ちょうど太陽が沈むところにあるのが手売り矢木尻ですね。多分向かって左側の島が手売りかな。で、右の島が矢木尻じゃないかなと。ではここで日が沈むまで少しゆっくりしてましょうか。ついに太陽が沈んでいきますね。手売り矢木尻島に。太陽が沈んでおります。今日もこれで終わりだね。完全に太陽が沈んでしまいましたね。さあ、じゃあこの後は暗くなったらシャチ泊の準備かな。ほんとこのオロロンライン沿いの海沿いの道から見える夕日は綺麗ですよね。ここからもう少し先に行くと初山別のキャンプ場とかもあるんですが、この羽幌からも綺麗な景色見えますね。じゃあもう夕日は十分楽しんだので車に戻りましょうか。だいぶ涼しくなってきましたね。いや、でも気持ちいいね。夕日はあの上の駐車場からでも一番最初に行ったね。あそこからでも綺麗に見えそうだね。では車に戻って、少ししたら車中泊の準備しましょうか。ちなみにここキャンプできるんですが、
基本海水浴場なんで、海水浴場の装備が、施設が多いですよね。シャワーなんかもありました。では車に戻りましょう。いや、それにしても本当綺麗な夕日でございましたね。あ、空が赤くなってきたよ。今日何もかけなくても寝れそうな気はしますが、一応このスタイルで寝ましょうか。で、外がすごい真っ暗なんですよね。ここ海水浴場じゃないですか。なんで街灯とか一切なくて、電気消すと外真っ暗ですよ。なんで、なんかちょっと外が怖いね。明日は朝ごはん食べて帰るだけの予定でございます。それでは、おやすみなさい。現在3時45分ですが、カモメの大合唱で目が覚めました。まだ外は真っ暗ですね。そう、海が目の前なんで、まだ暗い時間からカモメのテンションが高い。それじゃあ、ここ日の出も、今こう西側の海岸なんで、日の出を見ることはできないんですよね。なんで、ちょっと布団でゴロゴロして、明るくなったら、片付けましょうか。いやー、すごいね、カモメの声。今、だいぶ静かになったんですけど、さっき、一斉に泣いてたんですよね。だいぶ外も明るくなってきましたね。本当に海が目の前なので、鳥の声だけじゃなくて船の音も入ってきますね。今朝の4時ぐらいかな。ある程度朝早く起きれる人じゃないと、ここで車中泊はちょっと厳しいかもしれないね。夏の早起きが得意な人にはいいキャンプ場じゃないかなと思います。人が少ないですね、お盆過ぎると。それでは朝食食べてコーヒーでも飲みましょうか。まあ、ご飯といっても昨日買ってきた納豆巻きなんですけどね。コンビニにもちょこちょこ納豆巻きって売ってますが、僕はこのセコマの納豆巻きが一番ボリュームもあるし、味も好みでございます。普通に美味しいんだよね。ではいただきます。なんだろうね、酢飯が美味しいのかな。今回もコーヒーを飲んで終わりにいたしましょうか。今日も天気いいね。それじゃあコーヒー
いただきます。うん、美味しいね。今日も天気もよく気持ちのいい一日になりそうです。朝から結構気温も高めで暖かいですね。ちょっと散歩してみようかな。すごい鳥がそこら中に鳥も散歩中ですね。カモメもカラスもいますよ。あの上も気持ちよさそうだね。そろそろ日も昇ってきそうだし、夜中はすごく静かで車中泊にもいい場所じゃないかなというふうに思います。もうちょっと解説期間が長ければいいね。7月から8月の下旬ぐらいまでなので1ヶ月半ぐらいしか使えないというのがちょっと残念かなという気がします。朝は少しもやが出ていて昨日ほどはっきり手売りヤギシリは見えませんね。あそこにある島が多分そうだと思う。さあ、それでは今回の羽幌炭鉱探訪、コーヒー飲んだら帰ろうかなと思います。じゃあ今回の動画はここまでとなります。また次回の動画をお楽しみに。だいぶ涼しくなってきたから次は内陸部でも行きたいね。